第2回厚底カーボンシューズどれが一番速いのー、イエーイ、ダッシュでいこうぜ、どうもターゲナでございます。刻んでいこうぜ、よろしくでございます。大人気シリーズ第2回でございます。前回の動画もまあまあ好評だったということで、前回のコメント欄にあったあの靴やってよっていうのをまあ持ってきましたと。まあそういった中でラインナップ紹介していきましょうか。まずエントリーナンバー1、フューエルセル5280、愛用シューズになりました。ナンバー2、アシックスメタスピードスカイ、これもいいシューズだったもんね。ナンバー3、アディオスプロ2、ヨシクさんの愛車、愛車ですね。ナンバー4、エンドルフィンプロ2、名前忘れるところナンバー5、フューエルセル RC エリート V2 です。ロードで 400m 54秒出した実績がある。そう考えると早いな。ナンバー6、プーマディビエイトニトロ、これもね僕結構アップシューズで使わせていただいてます。結構はい、使用感あると思う。ナンバー7、プライム X、 シートシューズね。はい、プライム X、ね、はい。でも重さはここということで、レビュー動画にもなってないかな。なってないです。他おねおね、ボンダイ X ということで、X とか Z とかいろいろつけたがりだねみんな。これちなみに圧倒的に重いです。 295g ぐらい。持ってみた感じでそんな気になる重さじゃないけど、重い方なんだ。そう、圧倒的に重いね、この中では。はい、ということで、まあ、なんであの靴ないのっていうコメントは多分あると思いますが、今日はこれでやらせてくれと。ではさ、前回なかったアシックスとプーマがエンドルフィンプロ2、これもなかったか、なかった、このメーカーも、うん。まあ、あと前回やったシューズたちは、まあ、今回は抜いております。前回の動画見てください。このラインナップにナイキがないっていうのはちょっと違和感ありますね。そうですね、はい。まあでもいいんじゃない。履いたことないのちょっと2足あるんで、そこをちょっと楽しみだなっていうところと、まあ、今回一番速いやつということで、愛用してるやっぱ5280筆頭になってくるのかなっていうところあるんですけども、他にこれ良かったよっていうのあれば、特別賞として皆さんに紹介していこうかなと思います。申し訳ないんだけど 50m 今日やるんだけど、めちゃくちゃ寒いだね。4度です。4度だね。生きてんのよ。もういい、めっちゃ分かりづれい。分かりづれい。最近ずっと暖かかったから、ようやく 50m できるなみたいな。今日に限って雨降って寒くなるっていう、ちょっともしかしたらみんな見応えないかもしれない。シーズン近づいてきて大事な時期でもあるんで、ご了承くださいなんですけど、隔てない愛をみんなに伝えていきたいと、はい。50m 合計で8本走ることになるんですけど、体力の心配は。150分でから俺。そんな企画もあったわ。大丈夫じゃないから。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで初めてボンダイ X を履きますね。ガンダム感があるじゃん。あ、はいはいはい、あのごつい感というか、そうそうそう、はいはい。まあ、ただあの、まあ、メーカーさん的には足を包み込むような優しさ感というか、接地感はマシュマロのようなふわふわした気持ちいい接地感を楽しんでほしい。やっぱりこっちにアシスト結構入ってるっていうのは、かかとにつきがちの選手でも使用できるような、今回の僕の短距離目線としてはいらないアシストなので重みになってくる。はい、カーボンシューズ独特の転がる感じ、はい、すごく自然に履ける。自転車は誰でも履けますよところに関してはめちゃくちゃ履きやすいと思う。なるほど、うん、はーい。お疲れ様です。タイム6秒17です。はい、どうですかその感想は。カーボン特有のパーンっていう返り、これで少ない。これの使い方がおかしいのかもしれないけど、そんなもんじゃないかっていうところはあります。でもトラックなんですけど、全然ですよ。うんうん、朝雨降っててね。そんな滑らん。初心者の方、履いてみたいなと思う方は、うん、ダッシュで行こうぜ。続いてはプライム X です。ショートで一番気になってた、うん、そのレビューでちょっとしか履いてないからさ、 50m のタイムこれで測ったことないしね。世間的にも普通なんじゃない。うん、そう。アディダスの人も開発した人もこれで50走られるとは思ってない。間違いで、ちょっとこの中で一番分厚いシューズですね。50mm。 おお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 動き的には楽に進んでる感じはすごいあったのよ。ただそれがスピードに繋がってるかどうかっていうところよね。短距離はもう勝手になんか桃上げしてるみたいな。いや面白いねこの結果は。じゃあ次よ。はい、ダッシュで行こうぜ。
続いてはディベートニトロです。でもこれはねタップでは履いてるんですが、今日みたいな 50m そのショートの動きっていうのはあまりしない。履き慣れてはいるけど、まあ、これがスピード出るかっていったらちょっとまた話は別かな。重さ 250g、 結構重いんだよね。はい、早速いきます。はい、はーい、うん、3問目お疲れ様でした。ディベートニトロタイム6秒26。あれあれれ面白いなと思って、あれ感覚的には一番知りやすかった。ああ、6秒10ぐらいいくかなと思ったんですけど、はいはいはい、そうっすね、次か、うん、オーケー、はい、ダッシュで行こうぜ。ニューバランスフューエルセル RC エリートですね。フューエルセルシリーズ結構履いてるんで、アッパーの感じとかも履いた瞬間、おーおー、はいはい、いつものフューエルセルくんだってこう、うん、なるので、やっぱりこっちも乗り心地は、うん、いいですよね。前作のフューエルシー RC エリートよりも厚みが増して、アッパーもね耐久性を増したために約ね15から18グラムほど重くなってます。あ、そうなんだ。重さが215グラムかな、うん、400は54秒で走れたけど、ショートになった時どうなるかっていうところになりますね。クマ履いた後だから、うん、すごく柔らかく感じる。あー、でも柔らかいよ。フューエルセル愛好会としてはここタイム出してない。なるほど。はい、はい、うん、ちょっと、4本目お疲れ様です。お疲れ様でした。タイム6秒25。あれボンダイ X が一番重いのに、あれうわ、フューエルセル愛好会としてはちょっと悔しいですけどいつ入ったの。まあまあまあ、結果なので受け止めてご足を聞きたいと思います。ダッシュで行こうぜ。続きましてエンドルフィンプロ2でございます。動画で紹介した、した長距離界隈では今ちょっと熱いシューズですね。機能性も抜群だし、ベイパーフライにちょっと似たような感覚というか、この機能性でこのコスパってぐらい安いカーボンレーシングシューズになってますので、ベイパーフライ高いお金出して買うならちょっと似てるこっちを履くみたいな。発泡スチロールみたいでちょっと重さ 213g。 ベーパー忘れちゃったけど、今までのシューズよりこの中心前にした時のここの転がる感じ強いね、うん、強いっしょ。シューズのこの感じ中二病心がくすぐるよ白黒でさ、まがたまみたいな、まあ、デザインはね、かっこいいよね。チェス、すいません、とりあえず行きましょう。走りづらそう、ちょっと、うん、エンドルフィンプロタイム6秒34です。はいはいはい、俺が見てても走りづらそうに走ってた。押してもらいたいんだけど、押す前に転がんだよ。あー、なるほどね、押せないみたいなね。それが良さなのね。はいはい、彼の刺激か。はい、ダッシュで行こうぜ。アディオスプロ2でございます。そうですね、これが今僕は一番いいかなと思ってて、重さが 205g です。 205g。 ちょっとホンデープロって言っていい？うん、体きつい前作のアディオスプロと変化は何かあります？ちょっと柔らかい感じするかな。正解。あらららら、どうなるか、はい、楽しみだね。はい、行きましょう。俺も楽しみ。アディオスプロお疲れ様でした。お疲れ様でした。まずタイム6秒24。そんなもんだなそんなもんって感じかな。どうですか、プライム X とは。プライム X よりやっぱり回しやすいよね、うん、厚みがない分。はいはいはい、次行きましょう。はい、ダッシュで行こうぜ。続きましてメタスピードスカイでございますね。いや、俺もこれで1500大幅自己ベストを出してますし、あ、これか。なんとここでいよいよ 200g を切ってくると、 187g、 なんとベイパーフライと一緒です。軽さが分かるね。はい、
メタスピードスカイお疲れ様でした。お疲れ様でした。寒いよはい、ということでタイム6秒25お、タイムの安定感がすごいシューズに身を任せてるだけなんで、もう力感はずっと同じで、シューズの性能でどうタイムが変わるかっていうのを自分の感覚で見てるところで、そうだね、ダッシュで行こうぜ。残り1本となりました。相当来たな、この時が。シューズさん、なんとフューレセル5280、重さがですね 139g、 圧倒的です。 2g じゃないの？いやほぼ空気、空気で 2g あったら死ぬ違うね。5秒で走っていいの？走っていいけど力感は同じね、エコひいきしないでね。染みついてるからさ、はいはいはい、見てよ、この安心感。視聴者のみんなが一番あるんじゃない？まあでもなんかスパイダーマンが出てくる。あへへ、はい、はい、まだ結果見てないじゃん。あ、俺まだ見てない。どんぐらいだった？5秒9か6秒0。5秒97だな、うん。ということで俺もタイム見てないんですけど、5280のタイム5秒97。すごいなこれ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。 OK です。すごいな、ぶっちゃけね、本当に力感変わってないと思う。反発の返りとかもやっぱりマックスぐらいに似てんだよね。なるほどね。最高、気持ちやめらんね、止まらねじゃあ、行きましょう。そうですね、よいしょ。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。もうめっちゃ寒い、めちゃ深い、めちゃ疲れた。ということでまずタイトルを回収していきますと、どのカーボンシューズが一番速いのということで、栄えある優勝はフューレセル5280ということで、グリップ、そしてカーボンの反発、文句なし。カーボンの反発もだけど、やっぱりフューレセル素材の反発もね備わってるからね。冒頭でもちょっと話したんですが、どのカーボンシューズが他にちょっと感触良かったんで、はい、武田翔そのシューズが今僕の後ろにあります。武田翔、じゃあ登場していただきましょう。栄えある最優秀勝者はドーン。